大将からの手紙です。ひどい激戦で大将は戦場で重傷を負われ、死を覚悟してこれを書いたんです。桜子へ、これが君への最後の手紙になると思う。死にゆく身に後悔はありません。僕の音楽への志は君が受け継いでくれた。君が音楽を忘れない限り、僕は君の中に生き続ける。そう信じている。これからも前を向いて明るく君らしく生きていってくれ。それが僕の最後の願いです。辰彦。状況から考えて、まず望みはないと思います。そうか、坊ちゃんも。若おかみにはさっき伝えました。いずれどこからか伝わるなら俺が伝えた方がいいと思ったんで。そうだな。何かあった時は若おかみの助けになってもらえませんか。分かった。どうしただの、さくらちゃん。明かりもつけんで。ご飯まだだな。おばさんね、これでおかず作るから、さくらちゃんお味噌汁作って。当分ね、ここに泊めてもらうけどいいね。さくらちゃんどうしただ。さくらちゃん、これ誰から。清志くんから。おばさんからあの知らせ聞いてから、ずっと自分の気持ちに歯止めかけとった。辰彦さんが死んどるかもしれんなんて絶対に考えちゃいかん。考えんように、考えんようにって。でもその手紙読んだら、一生懸命作っとった歯止めが壊れちゃったよ。涙が出てきて止まらん。お店の人にもどんな顔したらいいかわからん。でもまだ信じきれん。死んでく人が
んなしっかりした字でそんな格好のいいこと書くのかな。悔いがないなんて潔すぎるよ。明るく生きろなんて勝手すぎるよ。石にかじりついてでも生きよう。生きて帰ってきてまた私に会おうって何で思ってくれるのだろうか。さくらちゃんもう無理しんでいいからね。お店なんかもういい。休みおばさん一緒にいてあげるね。休めよ。おいだってお店にはおかみさんがおる。休んだら変だって思うに決まっとる。さくらちゃん私の持ち場と決まっとったじゃん。もともとここは桜子さんが座っとったんだよ。この子は辰彦の嫁だでね、店のことはこれからは桜子さんに任せるでね。あんたと敏夫さんはこれっきり店への口出しはやめてもらいます。桜子さん帳簿つけお願いね。おはようございます。おかみさん、これまでのことはどうか勘弁してください。若おかみ、堪忍な。ちょっとおいでん。お給据えてあげるから。お給ですか。若おかみ、なんでもない。ちょっと味噌の在庫見てくるわ。大将が戦死？それ本当か。清さんが千吉さんと話してるの聞いちゃったんだよ。舞台が激戦地に送られてどうのこうのって。それに今日の若おかみの様子見とったらどうもなんかあるとしか思えんもんね。そっか、やっぱしね、頼りにないのはそういうことだっただね。ねえ、どうなるだん。私ら跡取りがなくなったっちゅうことはこの店は。おかみさんも今度はまあはい立ち直れんだらね。ってことはその話詳しく聞かせてもらえるか。宿題見てよ。宿題いいよ。なんだ驚かんのか。つまらんな。若おかみ。はい。清さんが表でお待ちです。はい。出発前にちゃんと話しときたかったんです。大将はいつも言っとった。自分に万一のことがあってもあんたを店に縛り付けたはないんだって。大将が亡くなっとられてもあんたの将来が閉ざされたわけじゃないです。そんなこと言わんで。いや言います。
俺はあんたにはこれからのことを自分で考えて幸せになってもらいたいで、だからこそあの手紙を渡したです。おかみさんにも俺から話します。若おかみのために誰かがやらないかんことだで。それはやめて。それは私が時期を見て話すから。本当に話せますか。きついだろうけど、真実は真実だで。分かっとる。ほいじゃ、体に気をつけて。生きて帰ってきてね。やります。座っといてください。いい空気だね。私、秋のこの時期の今自分の空が一年で一番好きだわ。辰彦が生まれたのもこんなお天気のいい日の夕方だった。あの子はのんびり屋でね、陣痛が始まってから丸々2日、生まれるのにまあ時間のかかったこと。息んどる合間に窓の外を見たら、暮れかかった空に綺麗な筋雲がいっぱい浮かんどるの。ほいから間もなくしてあの子の産声が聞こえてきて、そん時の嬉しかったこと。おまんでかした男ん子だぞっちゅうあの人の声が聞こえて、私安心して気がスーッと遠くなって、辰彦の帰りを待って待って待ちくたびれて、思いの糸が切れたように亀は静かに倒れたのでした。